はい、漫画マンです。今回紹介する漫画は銀のサジシルバースプーン、荒川博夢先生の作品です。連載期間は2011年から19年、週刊少年サンデーで連載されていたようです。ちなみに2014年から不定期連載になったみたいですね。この後を語っていきますが、コメントは私のトーク内容と関係なくてもいいので、あなたの作品への思いなども書き込んでください。ではいきます。銀のサジシルバースプーンは農業高校漫画、小さい子供から大人まで楽しめるほのぼのとした内容。全15巻、サンデーウェブリというアプリで全話無料で読みました。ふと思ったんですけど、雑誌サンデー系の男主人公って優しいけど優柔不断ながら、いざという時はパワフルタイプが多いですね。というわけで、そんな主人公のハチケンは進学校から逃げるようにやってきた真面目なお人よしで、ヒロインは逆白馬に乗った王子とでも言いましょうか、馬術部仲間の御影。スローに進む2人の恋も見ものです。いや、しかし教科書にしてほしいくらいの漫画というか、食についても学べますし、生き方や人間関係についても学べます。農業高校ということで、大半の生徒はやりたいことが明確だったり、ある程度絞られたりしている中、ハチケンは試行錯誤してやりたいことを見つけていくんです。あと、そんなハチケンを囲む愛すべき農業オタクたちが微笑ましいです。絡みの多いクラスメートは当然キャラが立ってますし、その他の先輩後輩含め、オタクもやんちゃそうな人も味があっていいんです。助け合って様々なことを乗り越えるんですが、時に現実の厳しさも教えてくれますしね。ところで絵は万人受けする柔らかい雰囲気です。嫌いな人はあまりいないんじゃないでしょうか。さらに銀のサジという題名もいいですね。今作は食が大きいテーマですし、農業高校で学ぶことで手に食もつけられるわけですし、全体の流れとしては高一春が描かれる春の巻に始まり、夏秋冬ときて四季の巻、最後に主人公の八軒の巻で終わります。高校生活がメインで描かれ、その後大学生活もちょこっと描かれる感じです。大満足の内容でした。ということで、アニメや映画版だけ見て原作漫画を読んでいない人に、進路に悩んでいる人に、荒川先生のタイプの違う別作品だけ読んでいた人にも今作へのチャレンジおすすめです。終わり方について、さっきも言いましたが、高校卒業で漫画も終わると思いきや、大学入学後も少し描かれます。ただ入学したかと思ったら4年生の場面に、そこでは主人公とぶつかったり、恋のライバルっぽくもあった家庭の事情で高校を辞めた駒場との友情も描かれます。最後は先生が生徒に対し、過去にこんな生徒がいたと八軒のことを語る場面、そしてキラリと光る銀の幸が描かれ終わります。全15巻にほぼ無駄がなく、とてもいい終わり方でした。チャンネル登録と通知設定よろしくです。漫画マンでした。